こんにちは、私は日本語です今日は英語でしなきゃいけないのと言ったら日本語でいいとおっしゃったので、もう本当にほっといたしまして、そんな90分もとてもとても英語でやったら、もうバテてしまいますが、でもまさかこんなにスタンディングオーディエンスが多いとは思いませんで、大丈夫ですか？立ったまんまの方心配しちゃうけど大丈夫ですか？本当に驚きました。はい、何か言ってる？マイクあ、そう、聞こえ出しましたでしょうか？聞こえたな。大丈夫でしょうか？これぐらい？まだ聞こえません これぐらいどうでしょうか？聞こえますか？どうでしょうか？後ろの方大丈夫かな？こっちが聞こえません。なんとおっしゃった OK？ いいでしょ。大丈夫ですか？なんかそれに大きくすると、割れちゃうのね、声が。まあ天井もそんな高くないからあんまり大きくすると割れちゃうかも。よろしいかしら。すいません、立った上に聞きにくかったら本当に申し訳ないと思いますけれども、いやでも本当に、すごい、熱気で、緊張いたします。私もこういうありがとうございます。これでこうやって飲むんですまあいいですけど、そのうちコップが来るでしょう。はい私は本当にこういうアカデミックな、ね、雰囲気は本当に久しぶりでございまして、全然そういうとこと縁のない、もう映画界のドロドロした中で、毎日時間に追われて過ごしておりますので、本当にこういうお教室に来て、若い皆様方の顔を見るというだけでも非常にリフレッシングなことで、嬉しいことでございますが、なんといっても私の話は映画のことでございまして、難しいお講義はいつも皆さんね聞いてらっしゃるから、今日はもう肩もう本当にリラックスしてですね、もう映画の話です。映画です。もう娯楽です。エンターテインメントだから本当に軽い気持ちでね、もう本当に毒にも薬にもならないかと思うけど、なんかねちょっとでも先輩としてね皆さんがヒントになることがあれば、もう私はそれで幸いだと思います。で、私はただ皆さんと違うのは本当にただ少し先を歩いたってそれだけです。本当にたったそれだけのものでして、そこの中にね少し先に歩いた分だけ自分で学んだことでもあれば、ここでお話しして、でそれが後からいらっしゃる皆様方に、ほんのいつかね人がああいうこと言ってたなっていうようなヒントがあれば、とてもそれでも幸い、あとは楽しい映画のお話で過ごしたいと思いますし、で、私もね翻訳をしているわけですけども、翻訳者というのは、話が下手です。だから翻訳をするんです。翻訳をやるって人はですね、自分でその、翻訳するものと対峙して、社交性がある人は決して翻訳に向かないわけです。そういう方は別の仕事があるわけで、翻訳者では大抵こう自分の部屋にこもってねコツ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 やって、これが正確に合ってるからそういう仕事を選んでいるわけで、私はもうまさに本当に人の前で喋、ることは自分の言葉で喋ることはあんまりございませんし、この通り早口でどんどん話が飛んでいってしまいましてですね、今日皆様こんなに来ていただいて、どこに話がいいか自分でも分からないんですけれども、あそこを聞き損なったとかね、そういうことがあると、せっかくあれなのに来ていただいたのに、やっぱり何かご質問があればお答えもしたいと思いますので、大体後半の方でなるべく時間を作って、Q&A なんかもできたらやりたいと思いますので、話を聞きながらね、その先ちょっとここ聞きたいとかそういうのがあったら、ちょっと頭の中にインプットしていただいて、でそれを後でお答えするようなことにしたいと思います。ありがとうございました。コップが来ました。ありがとうございます。すみません、どうもはい、ありがとうございました。それで今は私は非常に、ある試写室から飛んできたんですけども、どういう状況にあるかと申しますとですね、皆さんも例えば四ツ谷の地下鉄の駅なんかに行きますと、ギャングズ・オブ・ニューヨークって書いてあると思います。デカプリオの大きなポスターがあると思います。
で、あのポスターですね、多分もう3ヶ月前ぐらいから方々で目にしてらっしゃる。それに大きく書いてあります。12月21日公開ね。このフィルムはなんと昨日来ました。ね、それもあの間に合わないから人がですね、飛行機で自分で手で運んできたんです。もう貨物便に乗せる時間がない、そういうもう綱渡りでしょ。でね、これはですね、あの本当3時間のものすごい対策なので、いくら何でもですね、あともう2週間ですよね、封切りまで。でこれはね、絶対にもうあさってね、マスコミの記者は決まってるんです。で映画というのはね、あの公開する前にマスコミに見せて、マスコミが PR しなきゃお話にならないわけ。だから何たってマスコミに見せなきゃいけないわけです。でその記者がもうあさってに決まってるわけです。でそれ以外でも昨日フィルムが来てですね、できっこありませんけども、この間デカプリオとマーティン・スコセッシが映画祭で東京に来ました。あのテレビでも出てたのでご存知でしょう、あのデカプリオ来てました。であの時にこの映画をあの世界で初めてプレミアをしたわけです。でもあのフィルムはですね、実申しまして、ファイナルバージョンじゃないんです。まだ監督は編集をしていたの。だもんとかあれはあの、まあ、未完成のものだったんです。あれから大きくは変わりませんけれども、スコセッシ監督はすぐアメリカに帰ってまた編集をいじくりましてね、微妙に変わってくるわけです。ですから私としてはその、まあ、あのプレミアに合わせるために、まあ、2週間前ぐらいから徐々にその翻訳はしまして、とにかくあのプレミアに間に合う字幕はつけましたけれども、そのまま使えるものじゃないわけです。ですからそういう下敷きの上にですね、来るたんびに何バージョンも来るわけね。またこう変わりました、こう変わりましたっていうのは、そのたんびに、ね、いじくるわけです。でそれはとても手間のかかることなのね。でそういうことがあの でも結局なかなか最後は来ませんで、やっと昨日ね、まあ、これでもう終わりですっていうのが来ました。でも最後にちゃんとあのクレジットもなかったんですけどね、あの最後に人の名前がいっぱい出ますでしょ、あれもなかったんです。最初はであそこで切れちゃうわけ、もう A で切れちゃって、あれがなかったというのがね、やっとその字も入りましたし、そこにあの U2 の歌もちゃんと入るようになりましたし、いろいろとね整ってきて、まあこれでやっとね、あの21日の、まあ、日本の公開間に合うかなっていう、そういう、一応もう息がハーハー言いながらですね、あの、まあ火を使うならばもう湯気がほかほかに出てる字幕の、 あのプリントがフィルムが、まあ、日本各国にその配られてね、で、まあ、皆さんのお目に多分、無事に、スクリーンにかかるだろうという、まあ、状況は見えてきたわけです。まあ、こういったね、信じられないようなあんな対策だから前からきっちりできてると思われるでしょ、そうじゃないんですね。でハリーポッターも似たり寄ったりです。みんなねこの頃のね対策っていうのはね、そういう綱渡りなんですね。っていうのはあの、こういう対策に限って日米同時公開という、最近みんなそういうふうに歌われてますね。日米同時公開っていうことはアメリカと同じに封切るわけです。そうよね。でこのギャングなんかはアメリカ公開より前にプレミアでやんなきゃいけない、そういう状況ですから。だけどもアメリカの現場の、映画を作っている人たちは日本の封切りなんか何も考えてないわけです。それは当然もうアメリカの封切りに間に合えばいいと思ってるわけです。それでやられて日本でその字幕翻訳者いかに困るかと全然もちろん考えてらっしゃるわけで、それが全部我々にしわ寄せになってきて、その土壇場でこういう、とんでもない騒ぎが起こるわけなんですね。でそれがもう、最近では毎回のね、その対策に限って、同時公開っていう、つまりあの大きなビッグタイトル、あの非常に当たるようなハリーポッターであるとかね、まああの、このギャングとか、まあ、いろいろございます。そういうのがもう年中行事になりつつあるというので、いつもいつも、時間に追われているというのがその私の365日でして、こういうところに本当にね来て、あの皆さんとゆっくり話するというのは本当にあの得がたい時間です。で、まあ、あの皆さんもね、上智にお入りになって、まあ、上智に入るということは、まあ、私なんかまあ部外者としてね、上智に入るという、あるいはそういう、そういう学生さんって必ず英語にまず興味があるということは、非常に映画もよく見ていらっしゃる。で多分字幕にも多分興味がおありになるでしょう。でそれなりにいろいろ、まあ、あの字幕のって一体どうなってるのかなっていう疑問もおありになると思います。でもその、 あのインフォメーションはね、 あまりございませんので、皆さんいろいろ勝手に想像していらっしゃると思います。
でまあ、そのね、点をまあざざっとね、あの今日時間もちゃんと見なきゃね、そうね、やりますとですね、まずその一番の、まあ、本当なのって思われるのはですね、私なんかもちろん含めて日本の映画を見る方っていうのは子どもの時から外国映画は、まあ、もちろん中国とかいろいろございますけども、外国映画はもう字幕で見る、これ常識ですよね。フランス映画、ドイツ映画、イタリア映画、全部字幕で見る、これは日本では常識でも、それをやってるのは日本だけと聞いたら驚きません、ね、それはあのディズニーの漫画はいつも前から吹き替えでした、子供さんが見に来る。で最近はハリーポッターなんかも字幕版が劇場で公開されています。でこれはね、本当にあっという間にその劇場まで字幕の日本語版吹き替え版が、上映されるというのは本当にこの 2,3 年で起き出したことね、まあ、例えばスターウォーズなんかも両方でやってますでしょ、自分でチョイスできます、お客さんが。でもこれは 2,3 年前から始まったことで、それ以前はね、まあ、ディズニーの漫画は別として全部字幕だったわけです。で今でも、そういったあの子供が来ない映画、例えばギャング・オブ・ニューヨークは絶対吹き替えになりません、劇場ではですよ。それから、マイノリティ・リポートってあのこのスピルバーグとトム・クルーズのこれはとっても面白い SF ですけども、これなんかも絶対あの劇場では吹き替えは作られないわけです。で全てそういうのは、字幕で見るですけども、まあ、もし、皆さんが今パリンでもいらしてね、マイノリティ・リポートをご覧になれば、トム・クルーズはフランス語しゃべってます、もちろん劇場で、ね、イタリアに行けば彼はイタリア語しゃべってますドイツに行けばドイツ語です。全部劇場は吹き替えるんです、あちらは、ね、で我々日本人はなんか、ね、外国の映画全部字幕というふうに思ってますけど、世界はそうじゃないわけね。だからそこにまあ一つ私いつも思うのね、日本という国は非常にユニークな国であると、まあ、字幕みたいなちっちゃいことをとってもね、日本でしか、やっていないことを我々は普通に受け止めてそれで育っている。でも世界規模から見ると非常にさユニークなことである。つまり日本という国がいかにユニークかって、いい意味でも悪い意味でもユニークかっていうことをやっぱり我々は認識する必要があるんですね、それを認識して皆さんのようにその語学を勉強して外国に出て行って、その日本人のユニークさっていうものをね、やはりそこで発揮しなくちゃいけないわけです。まず自分が認識しなきゃ、これは日本とてもユニークな国なんだと。で、まあ、あの皆さんもね学生さんだから、まあ、いろいろその、あの論文書いたらいろいろなさると思いますけれども、まあ、あのとても一つね、あの映画をやっていてその面白いテーマとして申し上げたいのはね、じゃあなぜ日本人は字幕が好きなのかってことです。私なんかやはりね、あの字幕で育ちましたし、やっぱり トム・クルーズが出ればね、トム・クルーズの本当の声聞きたいとか思うわけですよ、ね、ところがあちらの吹き替えを好むあの外国の方々はトム・クルーズの声なんかどうやっていいのむしろ読むのがめんどくさいから吹き替えの方がいいという、そういう発想ね、それからまた日本は識字率が高いということも字幕に非常にプラスになっているわけです。みんなほとんど字の読めない方ってまずいないわけですから、そういう識字率の高さっていうものも、字幕を非常に助成しているわけですね、ですなぜじゃあその、映画の好きな人あるいは外国映画好きな人は字幕を好むかって、そこにとてもね面白いその、比較文化論のねその一つの、 あのテーマがあるのね。なぜ日本人は字幕が好きなのか、なぜ、外国の俳優さんの声を生で聞きたいと思うのか、まず日本人は何なんだそれは、なぜ人の声じゃ嫌なの、別の人の声が嫌なのかとかですね、あの字幕を読むという面倒なことをしてもやはり字幕の方を好むのはなぜか、でそれはやっぱり日本の本当全て の、我々の背負ってきた歴史伝統文化から私は起因していると思います。まあ今日その話は詳しくねすると面白いんだけどいたしませんけれども、掘り起こしてきますとね、いろいろ面白いテーマが出てきます。日本人を見つけるテーマが出てきます。その字幕というたったちっちゃな入り口からね、そこら辺からねなんかあの面白い論文が書けんじゃないかなっていつもあの思ってるんですよ。で、だからそのとても意外でしょ、日本あの、字幕を基本的に見るのは日本だけ。もちろんあの東南アジアなんかに行くと字幕ありますけども、これはあのお客さんが見たいって言ってるんじゃないんです。経済的な理由でね、字幕の方が安いの、それわかるでしょ。当たり子ってのは声優さんいっぱい雇ってきてね、
で何日もかけてあの全部吹き替えやり直すだけでとてもお金がかかる。だからお金予算的にできないから、字幕やりますってとかありますけど、日本は違うのよ。お客さんの方が字幕の方がいいっていうわけですから。まあ最近ね、若い人は本当にあのアテレコ版にも慣れてきて、でビデオ屋さんに来ますと両方があって、どっちでも見られるようになってますね。でも、やはりあの本当に映画好きな人はやはりあの字幕の方がいいなって方がまあ多いんですけどもね、そういう非常に特殊なその観客側からのリクエストでそういうものを求めるっていう、そこに一つの面白いポイント鍵があるのね。まあそれはあの皆様方に、興味のある方に預けていくテーマです。なぜ日本人は外国の映画っていうものを字幕の方がエンジョイできると思うのかっていうことですね。それは日本というものを知る一つの手がかり、日本人を知る手がかりにもなると思います。それからまあもう一つその、まあ、それ一番基本的な問題なんですけども、まあ、あとねその字幕作りに関しましていろいろ聞かれるのはですね、まあ、いろんなこと聞かれます。戸田さんは随分ヒアリングができますね。ご冗談でしょう。私は、皆さん方の時代と違いましてね、本当に、中学からあの ABC で英語を始めた人間です。本当に中学1年生で初めて私はアルファベットというものを見ました。だから今の買った人は全然違うわけね。で街に出たって今はもう英語ばっかりでしょ。もう、カタカナ語は氾濫してるわ、もう英語のサインはいっぱいあるけども、私の時代にそういうものは一切どこ見てもなかった、そういう時代の人間です。ですからそんなヒアリングなんか学校でなんか一切教わってません。そういう時代だったのね。もう文字でしか英語を勉強できない。だからそれは中学から始まって高校も、大学も私その好きだったから一応英語の専門学校行きます。そこでもですねやっぱり耳と口は死んだ教育しか受けてません。ですから、そういう学校で教育を受けたものがですねあの映画の英語を聞き取れるわけがないです。今だってよっぽど綺麗な英語を喋ってくれる映画があればね、まあ、8割ぐらいわかるかな。エディ・マーフィーがベラベラ喋られたら全然わからないです、ね、そういうものです。あんなものとても聞き取れません。あれ全部ちゃんとシナリオでございます。だからまあ種明かしするようですけども、映画というのは必ずちゃんとしたシナリオが来まして、それにはああうーってことまで書いてあるわけです。だからもうそれはね別に私たちがヒアリングをしているわけじゃないんです。ちゃんとシナリオが来ます。それからもう一つですね、まあ、映画一本やるのにあの映画どれぐらいご覧になりますか。あの一本の映画やるわけですからね、きっと何遍もご覧になるでしょ。とんでもない、たった一回ですね。でなぜかと言いますとですね、そのまず与えられる時間がこのギャング・オブ・ニューヨークの今のご説明したようにもうフィルムが来たらその明日の明後日の試写までもう3日か3、4日がないわけでしょ、まあ、一応少し最悪はあるにせよね。でまあ、そういう特殊なものは別として、普通の映画は1本の映画を1週間しか時間をくれないわけです。1本を1週間でやるわけです。どんなにセリフがあろうと、まあ、アクションばっかりであまりセリフがなかろうと映画会社お構いなくですね、もう1週間後に仕上げてくださいって告るわけです。ですからその1週間って本当に大変です。セリフの多いものなんか本当に大変、まあ、のマイノリティリポートってのはものすごいセリフが多いんですけども、とても大変ね、難しいし、でそういうものを1週間でやるってことはですね、その映画を何遍も見たでしょ、あれも3時間近い、2回見たら6時間その中なくなるわけですよ。だからそのまず時間が惜しいからとにかく1回で全てを把握するわけです。でそれもですね皆さんビデオで見てると思うでしょ、とんでもないのね。あのビデオというのはですね、あの海賊版の原因です、ね、であれは、フィルムってこう缶に入ってるでしょ、こういう大きな缶に、それが一本の映画に、まあ、5、6、こういう大きな缶にね、5つか6つで一本の映画になるわけです。で、それを映写機にかけてこう、スクリーンで映画館で見ます、あるいは試写室で見ます。で、あれをビデオに落とす、まあ、その、いわゆるラボといいますか、工場で落とすんです、そこで盗まれる可能性があるわけです。で、それを映画のプロデューサー、ハリウッドはとってもあの怖がっておりまして、ビデオに落とさせない。必ずフィルムで見なさい。でも特にその例えばスターウォーズとかですね、そのまあスピルバーグ系の映画、ルーカス系の映画、また今回のギャングオブみたいに非常に話題の映画はですね、もし封切り前にビデオなんかもし世界に出回ってごらんなさい、どれぐらいダメージがあるかね。例えばハリーポッター今ものすごい当たってますでしょ、日本で。
なんかオープンした途端に20億円それでいずれは結局200億円ぐらいいくらしいです日本だけで。あと200億円をね稼ぐ映画がねもしその前に海賊版で出回ったらどうなります？大変なダメージね。あるいは例えばスターウォーズの中でキャラクターねであれとてもまたあれはマーチャンダイジングと言いましていわゆるそのグッズとして売られてあれも大変お金の元になる。ああいうものがもしコピーされて出ちゃったらですねこれも大変なダメージでしょ。だからああいう映画を作る当たる映画を作る人は非常にそのセキュリティがに注意を払うわけです。ですから、私はそのビデオなんかで見られなくて試写室に行って、見る。そうするともう試写室のドア鍵かけられちゃいます。誰も入らない。怖いです。火事になったらどうしようと思いますね逃げられないんだからね。鍵かけられちゃう、それから今回のギャングもそうでしたけど私以外に見ないし、それからこの中のストーリー人物いろいろなその、乗り物とかね、キャラクターとか一切口外しませんという誓約書にサインさせられる。で何か言ったらもう訴えるぞというアメリカ人のお好きなですね I sue you というこの I sue you というのでサインをしてですねそういうふうな、ことで見なきゃいけない、この間ありました AI スピルバーグの AI なんかですね。スピルバーグが特にそれに神経質な人なもんですから日本にフィルムは出せない封切りまで。だから翻訳者はこっち来いって言うんで私はスピルバーグのオフィスに行ってですね翻訳したんですあれ。そういうことぐらい、それぐらいね、彼らはそういうセキュリティに気を使うわけです。ですから、やっと私は、そういう対策が来ますと一回だけ映画館、映画の試写室でこの、ちゃんとした映写機で見る。映写機というのは止まりませんよ。ビデオじゃないんだから巻き戻しもできませんよ。でもう2時間なら2時間バーッと見る。でもね、映画はそれが正しい見方です。まあ、ビデオね英語を勉強するためにこうプレイバックしてこの英語聞こうとかそういうのはとてもいいんだけども映画を見るときはやはりざっといっぺんに見る。これが正しい見方ね。それもやはり大きな画面で見るのが正しい見方です。で本当に不思議なんですけどね、まあ、たまにそのビデオでやる映画もありますけれどもビデオで見るとですね不思議とその映画がね分からないのね。 100% 自分に伝わってこないというところがあってとても不思議です。大きな画面でねドーンとこうのめり込まれてみると隅々までその人々の感情キャラクターの感情もよくわかる。ところがちっちゃい画面なんか見てこう距離なんかちっちゃいところでこうコマコマちまちましたところ見てますのでいまいちそのセリフ訳すときにねあの人の気持ちがいまいち伝わってこない。これはとっても不思議なのです。やはりだから映画というのは大きな画面で見るっていうそれがやっぱりとても正しい見方なのね、で、その1週間をいただきますね。で皆さんはねよく、まあ、私 の、まあ、作品もかなり出ますとですね、戸田夏子とかいつも名前出るけどもねきっと助手をね20人も30人も抱えててね助手にやらせてね自分の名前だけ出してるずうずうしい女とねこう思われてるとねこれはもう本当に今弁明いたしますけど私は助手は一人もおりません。その1週間で全部一応一個自分でやるわけです。でそれはなぜかと言いますと私だって忙しければねやってほしいわそれは誰かアシスタントにねところがねそれができない仕事なんです。で映画っていうのはドラマです。でドラマってのは一つの線でつながれていくわけで例えばねじゃあハムレットという有名なお芝居がありますね。ハムレットは大体5幕なんですけどもハムレット見に行ってよ1幕1幕を別の俳優さんがハムレットだったとする。最後にハムレットの印象があると思います？5人の別の人がハムレットやったらもう空中分解よね。ハムレットというキャラクターはもうつながりませんから。そのこのハムレットの感情が人が違っちゃえば微妙にいろんなことは違うわけですから。だから、映画の翻訳も同じでね一人の感性で微妙な言葉遣いを同じにしていかないと分業するともうそれは空中分解で支離滅裂になってしまう。そういう仕事なんですね。だから、助手はいないんです。それで自分でやらないといいものができない。いくら忙しくてもここだけあなたやってとかそういうことはできないのね、そういう特殊な、お仕事です。で、まあ、そこら辺がね皆さん今日、そうだったなというふうな、まあ、ちょっと今まで気づかなかった点じゃないかと思うんですけども、まあなぜ、まあ、私がねじゃあそういうとても、特殊な職業です、なんて言ってもですねその劇場映画の翻訳をしている、翻訳者というのはですね、まあ、10人いるかいないかですね東京と日本で、いつも同じ名前の人しかいないでしょ。
で、それだけで本当にそれを職業としている人は10人いるかいないか。時々例えばあの、特殊な言葉、例えば韓国の映画も時々あります。韓国をやる方ってその時だけはやる方いますけど、それで別にその方1年中はそれで食べられるほど韓国映画はないわけですから、時々おやりになる方いますけども、それだけで本当になりわいとしている人は、日本に10人いるかいないかっていう、そういう職業なんです。で、まあこの中にもね、あのちょっと面白そうだからやってみたいという方もいるかもしれませんけども、でなぜたった10人なのと思われるに決まってます。もっと増やせばいいじゃない。でもそれはですね、この世の中全てその需要と供給というルールがあるわけです。これしか器がないところに大きな水、たくさん水入れてもですね、それはこぼれ落ちるわけです。やっぱりその適量というものがあるわけね。で今日本に入ってくる映画は、まあ大体外国映画年間までだいたい400本ぐらいです。それしか器ない400本っていう器が。で私なんか一人に1週間に1本やるってことは、まあ、年間40本ぐらいやるわけです。ね、そうすると400本の映画を一人が、まあ一応もうすごい釈迦力に働いて1年間に40本するとすればね、願望に計算して何人いれば全部消化できますか。10人ですよね。40人、一人が40本やって400本年間入れば10人で、それ全てこなせるわけです。まあそれは非常に乱暴な計算でもっと必要ですけども、だからといってそこにね80人翻訳してたらもう絶対仕事は回ってこないわけです。もう器が決まってるの。だからとってもその、あ面白そうねってすぐできる仕事じゃないわけです。でその難しいことに、挑戦したのは、まあ私はそれに挑戦しちゃったわけね。それ知らなかったから、そんなこと全然知らなかったから、まさかそんな世界、初めから分かった私がやったかどうか、その志がどうか分かりませんよ。でも知らないものの怖さといいますかね、物知らずだったもんですから、とにかく、まああの中学の頃から、まあ、映画見出す頃からもう映画が好きでね。でやはりそれはもう今の皆さんの、ね、時代と比べてもちょっと無理なのは、そのもうあの環境が違いますから、つまり皆さんはもう生まれた時からテレビを見て映像を、もう映像、生まれた時イコール映像のある生活に入るわけです。私は全然違いまして、古い時代ですから、テレビがやっと家庭に来たのは私は大学の頃です。その前は映像は映画しかなかった。でしかもその戦争を私全般引っかかってましたから、戦争中は外国映画見られませんから、そのさっき言ったその中学校に入って ABC を勉強した頃に初めて外国の映画を見るという、そういう時期とぶつかってたわけです。でとにかく、戦後の日本っていうのは灰色で、もう私このね上智の子らよく知ってるんですよ。私東京におりましたから、もう焼け野原ね、こうどこを見てもビルなんか何もない、焼け野原、東京湾まで見えるぐらい焼け野原、こっちは富士山っていう感じそういう、そう四ツ谷ってそういうとこだったんですよ。高台だから見えんのよ、いろいろと。でそういうところでね育った人間ですから、もう飢えてたわけですね、戦後ですから。本当に飢えていた。皆さん飢えなんて言葉は全く、外国語でしょうけども、宇宙語のように縁のない言葉でしょうけども、飢えていた。でそういうところにも文化的にも飢えていた。で本なんか何もないっていう、そういう時代にね、ある日突然映画が来たんですよ。そしてね、この真っ白いスクリーンにね、もう信じられない世界が描かれたわけです。でそれを初めて見た、動く映画を初めて見たね、その、少女がどれぐらいカルチャーショックを受けたかっていうことは、まあ、あの皆さんそのね、そうね、想像もつかないかな、どれぐらい大きいカルチャーショックかっていうことは。まあ、別のね惑星に行ったぐらいのショックです、それは本当にそう。だってそれまで本は見てました。私だから本当に幸い、そのテレビなかったけど、幸いそのために本は好きでした。本しかないんだから。だから子供の時から一生懸命本読んでまして、翻訳もいっぱい読みましたよ。でディッケンズとかいろいろ読みました、だけどそれは全て活字の上でして、ロンドンだってイメージはなかったわけです。それがある日突然ね、ロンドンの映画そこにありましてね、霧のロンドン、そこに本当に霧のあるロンドンが哀愁なんか見ればあるわけよ。でこれがあのロンドンの霧かとか、そういうところでも感動しちゃうわけね。見ても初めて見るわけだから、もうあらゆることがそういう感動で、もちろん映画はもうすぐ好きになっちゃったわけです。でそれも一つ、もう一つ言っておきたいのはね、私だけが特別な映画少女ってないんです。日本人全部がその時映画にハマったの。他に娯楽がないから、テレビもないから。だから今みたいにね、映画館に行く、素敵な映画館できてます、いっぱいシートはふわふわでも、お客さんパラパラっていうね、あれね、私あれは本当に涙が出るほど悲しいね、あの風景は。
我々はもうベンチみたいなね、もうひどい映画館でもぎゅうぎゅうで見てたわけ。それぐらいみんな上行ったから本当にぎゅうぎゅう、もうこうやって人の方からこうやって見てたんですいつも。そういう映画館だからね。だから、私だけじゃなくて日本国中の人が映画のファンだったんです。そういう時代に、ね、育ちまして、さっき言ったけど、中学に入ったら英語の本が来たわけですよ。でも私本当にね、あの最初初めてこのリーダーを手にした時にね、これ分かんない英語があった時の感動ね、あ、こんなね面白い字を書くものがね、あの映画で聞こえてくるあの不思議な言葉なんだって思ったわけ。初めてそこに字と言って、ってかこれが字なんだって思いまして、で、映画が好きだから英語に興味を持ったわけです。でね、これはね本当にね、あの 大切なことね、ただ語学を勉強しろったってね、私はっきり言ってそれ誰も勉強しないと思う。モチベーションがない、ただ語学勉強しろったって、やっぱり好きなことだから、あ、じゃあこれを勉強しようっていうそのモチベーションがなきゃ何事もうまくならないです。これは英語に限ります、全てのお勉強そうですね。モチベーションがなきゃ一個なんでもその試験のためにやった人はたかが知れてます。一夜漬けですぐ忘れちゃうわけです。だけど私の場合には映画が好きだったから、英語はねお勉強たまに思わなかったですね。あ、これはまずこのこういうあの表現があるのかやりたいってんで、こう一生懸命お勉強しました。でもさっき言ったように耳と口は死んでるんですよ。ただもうあの紙の上だけでやりました。でも一つとてもためになったのはやっぱり書いたことですね。でやっぱり書くっていうのはとっても力になる英語で、まあ、あのさっきその先生がね、その文部省 の言葉の審議会とおっしゃいましたけど、その時も一つも文部省に行ったんですけど、最近はそのただ話せればいいみたいなね、それをテーマとして中学の中学あるいは高校の英語をやろうなんて文部省行ってるわけ。私はそれは間違ってんじゃないのと。ただ話しゃいいってそういうもんじゃない、やっぱり基礎からきっちりやっていかなきゃ語学っていうのはうまくならない。で語学っていうのは全ての分野を平等に徐々に徐々にする、しかもね1日3時間とは何か、中学今1日3時間なんですよ。そんな教育ってありますかって、語学教育するのに3時間なのに毎日伸ばし、あのバラバラにして帯状にね、1日30分ずつ1週間したらずっとそれはいいと。そして毎日毎日英語を少しずつ、しかし嫌にならない楽しくね、聞く書く、それから、作文する、文法もちょっと学ぶという、そうあらゆるオールラウンドに毎日毎日その回ステディーに積み上げていく、これがやっぱり語学の一番やっぱり、勉強になる方法だと私は思います。自分の振り返ってみて、やはりあの書いたということね、で自分の文章を書くということがいかに力になるかということです。であの喋るというのはね、空気の中に消えます。喋る言葉はちょっと間違ったって相手には通じます。でも書くのは違うの、字の上、あれ紙の上に完全にこの間違いが歴然とそこにあるわけです。じゃあこれは間違ってるっていう、それを自分も納得することが勉強です。それが勉強ね、あ、こうじゃいけないんだ、こうなんだっていう納得することが勉強です。でそれは、まあ、書くと一番よくわかるわけです。喋ってるとね消えちゃいますから、空気の中に、ですから、私は、ね、やっぱりその非常に偏、私の場合は偏った教育でした。喋る聞くはゼロ、能力ゼロ、だけど基本の方はあの一応勉強したし、基本があるとですねやっぱり応用が効きます。でこれはとても重要ね。ただね、あのこうオウムみたいにね教え込まれて 口だけその、ここだけの回線でねこう喋るっていう、その暗記してもですねそれは言えますよ。でもじゃあこっちの文章を作ろうって応用は効かないです。そういうものはやはり理屈が分かんないと、あ、こういう理屈だからこう変えればこれで文章になるって、それはやっぱり理屈の問題ですから、やっぱり基本的な文法はとても必要ね。だからそこら辺の基本っていうのは何の場合にもあのとても重要だし、特に語学の場合には、非常に重要になると思います。それで、まあね、私もじゃあ、まあ、のあのそれとも性格的にのんきでございましてね、中学からそういうふうに、映画がまずありき、私の人生そのところはまず映画ありき、そのために英語が好きになりました。で中学高校大学とですね、まあ、英語だけは一応お勉強しましたから、まあまあ、理科系よりは全然いい予定でしたけども、まあ、とにかくでも、英語、映画に引っ張られて、まあ、一応英語を勉強していって、あっという間に4年の卒業が来ました。でも皆さんもね、まだ、私もあなたからの頃はね、もうこういう素晴らしい青春時代は永久に続くと思ってんのよ。もう本当にそう思ってるわけ。もう永久に続くと思ってるわけ。ところがそうじゃないのね。あっという間に4年は来るわけです。
でその先がどんなに時が早く流れていくかってことはもう私皆さん少し脅かしておきたいね。本当にねあっという間に時は流れていくんですよ。であっという間にこういう年になっちゃうわけです。それは本当怖いほどです。で、私もあっという間に4年が過ぎて皆さん就職なんて言い出したわけね。その時に私も慌てまして、もちろんそんな、ちゃんと勤めなきゃならない家庭のでしたから、何か仕事をしなきゃいけない。で何しようかなと思って考えました。だからその時はやはりですね、嫌いなことはやりたくない、まあわがままな人間でしょうね。つまり私は数学が本当に下手、ダメってダメなのね。でも数字見るだけで頭が痛くなる人間がですね、決して銀行に勤めようとは思わないわけですかも。絶対合ってないことは明らかに分かるわけね。そしてやっぱり自分の好きなことやった方が仕事として楽しいっていうんで、初めてその時私は大学4年の卒業は目の前に来た時に初めて後ろを振り返ってね、自分は一体何が好きなのと思ったんです。そしたらまず映画が好きだった。そしてそれにつられて、まあ、英語も一応勉強した。そうするとこの2つをね、活かせん職業はと思ったら、あらいつもお世話になってる字幕だわと思ったんですでもちろんそのね、それまで映画見てましたけど、そんなヒアリングなんかもちろんそんなにも全然分かんないぐらい耳はひどかったですよ。でいつも字幕のお世話になっていました。だけどもね、その、学生時代10年間映画を見ていてですね、あれだけ映画を見ていて、まあ、私大学の4年なんてほとんど題名頼んで映画館に、映画館にしかも3本立てなんか見てましたけどね、でもあれだけ映画を見ていてね、いつも字幕を読んでいてね、あの字幕をどっかで誰かやってるって、ね、一度も思ったことなかったの。それいつも映画を見ちゃうからです。字幕というのはですね、あれはあそこにあるけれども、もちろんなければ困るんだけど、かといってみんな意識なんか全然いってません。あっちには映画を見てるんです。もう 99.8 私は皆さん画面を見てると思います。でその後のね、ほんのこれぐらいの、まあ、注意力っていうから、その意識をですね、字幕にあれ読むというか見てるのね。あれ読んでません、こうやって皆さん一生懸命読んでません。見てパッと見て一瞬の間頭に入れて、ほとんど意識はこっちは動かないわけです。それが字幕です。でそういう字幕ですか、私もその映画見続けてましたけど、あれが職業なんて夢にも思わなかったです。でもそのどうしても職業を考えなきゃならない時に来ましてね、あやっぱり私はあれはとても合ってると、まず映画が見られる仕事であると、しかもタダで見られるんであると、とても魅力的です。そしてしかも自分の好きな英語をね、それで私もそれヒアリングはゼロでしたけども、この耳で聞いててもね、パッパッと出てくる字幕はですね、全訳してるとは思わないわけです。それぐらいわかるわけ。あんなにベラ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 喋ったんですよ、日本語はこんな短いんだもんでしかもきっちりとちゃんと内容が分かってね、最後にはちゃんと話も分かって映画楽しみますよね。だからあの翻訳っていうのは決して全部じゃないけれども、非常にこう意訳してですね、その翻訳者のセンスといいますか、その非常にその翻訳者の工夫創意で作られているから、とても面白そうだなと思ったんです。ただの翻訳というのは非常にこう几帳面にね、あの本の翻訳なんかも一語一句横を縦にするでしょ。であれはあれが本当の翻訳ね。で私は几帳面じゃないから、ああいうのはちょっとあまり得意じゃないと思いまして、やはり映画みたいにこうエッセンスをパッと掴んでね、きちっとした日本語にするって方が私は自分に合ってるなと思ったので、ね、そういったもんで、まあ、やりたいと思っちゃったんですよ、福岡福岡。でもそのさっき言ったように、その日本に、当時もやっぱり10人ぐらいいなかった。しかも全部男性でした。全部男性、女は一人もいなかったです。でそういう世界ってこと初めて分かったわけです。でもどうしても私はその仕事がしたくてね、結局ね、長い話を短くすればですね、20年ウェイティングしたんです。20年。だから大学卒業20いくつでしょ。私初めて字幕、まあ、それは地獄の黙示録というフランシス・コッポラの映画ですけど、あれは1979年の映画ですから、結局私はね40過ぎたんです。20年間ウェイティングしたの。もちろんただ動いて座ってだけじゃなくて、もちろんちゃんといろんな仕事はしました。翻訳の仕事しました。いろんなアルバイト的にね、語学を生かす仕事はしました。でもそれは私、あくまでも私にとってはゴールじゃなくて、まあだから外から見れば私は20年間フリーターだったわけです。フリーターでもあれ
あれをやりたいってことに、それを、ね、のゴールとしましてやりましたけど、結局20年もかかったのね。でそんなことはもちろん、誰も約束されなかったことでもなくて、自分が、こう出して、やっぱりそれは自分が選んでいった道だったわけなので、決してその後悔はもちろんしておりませんし、落ち込むことはありましたけど、その20年間ね、やめちゃおうと思ったことは一度もなかったですね。それぐらい私はあの仕事は自分に合ってると思ったし、それから現に今やってみて、本当に私はあの仕事に合ってます。映画を見てね、さっき言ったように一人でやるんです。誰の干渉も受けずに。で私は社交性ないから、あのいわゆるこの社交的なお仕事はとても向いてないのね。であの仕事はですね、誰とも話さないでいいの。その気になったらもう誰とも話さないでいいの。映画とさえ向き合ってればいいんです。そういうお仕事は私すごく自分に合ってると思うのね。人からいろいろ指図されたり、いろいろ人の嫌な対人関係とはない仕事ですので、非常にその点は合ってるの ね。でもね、そういう仕事をというか、まあ、知らないででも志してしまった。で、最初にまあその先輩だったその男性のね、一人に伺った時に、もちろんこんな仕事は難しいからやめなさいってもすぐ言われました。難しいからやめなさい、まずその人数がたった10人もいないんだから、日本にそんなのとってもチャンスがないからやめなさい。それからもう一つ、その非常にその技術的にね、見てると簡単に思えるけど大変なんですとおっしゃいました。確かにそうね。で特にまあ皆さんの中には非常にその語学に長けた方がいらしてね、映画のそれこそ私と違って映画のセリフなんかどんどん分かっちゃうという方もたくさんいらっしゃるはず。でそういう方はあれ見てるとですね、ああ私にもできるよって必ず思われるはずです。で あなたはあそこ省略してるわとか、私ならこう訳すわとか、いろいろ思われてるに違いありません。でもそれはもちろん、いろんな、そういうふうな見方をする方は今はとても増えてますけども、それでもやはりね、とても難しいのね。でさっき言ったように、その全訳してないわけでしょ。うまくもどんどんその喋ってる間に読み切れる日本語になってるわけです。これどういうことかというとね、皆さん今日すごく英語のできる方いらっしゃるからね、一つ例題出しますね。これ書けるかしら。まあ後ろまでは見えませんよね、多分。もうでも皆さんヒアリング上手だから言っただけでわかるかな。ごめんなさい、すいません。ちょっと一つね、こういうたまたまこうやっていたので一つ持ってきましたね。読めなかったらごめんね。これはやりましょう。閉まってますけど大丈夫。そうですか、これぐらいで。誰か訳してみる。旦那様の言ってること、奥さんは弁解するわけ。 Nothing happened. That's the truth. 旦那、 It doesn't matter what you say. I'll never know. どうですか、訳してみる。え、もう一度。お前が言ってることは？は、俺はこれから先もずっとわからないから、言っていることは関係ない。お前が言うことは関係ない。どうですか？いろんなある方。もうちょっと上手い役あると思うけど。どうですか？まあ、彼女が言ったことはちょっと今後ろに伝わらなかったかもしれませんけども、お前の言ってることは、分かんないって言ったの。俺は一生分からない。お前の言ってることは俺は一生分からない。分かるはずがな ないってことですか。これ他に異論のある方、はい、どうぞ大きな声で言って。はい、繊維までがお前の言ってることは関係ない、うん、I'll never know the truth って言ってんじゃないかなと思います。 I'll never know if it's true or not ってことよね。そう、妻が That's the truth と言ったから、はい、その truth かどうかは私には分からないってことよね。でしょ、まあ大体そういうことですよね。
まあ、あなたもそういうことは意味分かってらっしゃると思いますけども、奥さんこれ本当よって言ったけども、お前が何て言おうとそんなことは関係ないんだ、僕にはそれが真実かどうかで一生分かんないんだからっていう、そういう意味ですよね。そうよね。はい、このセリフはですね、 It doesn't matter what you say, I'll never know。 これ3秒で言えちゃいます。言ってる時間ですよ、言ってる時間。まあ、俳優さんゆっくり言えばいいけど、まあ、普通のセリフのテンポで言えば、3秒で言えますね。ちょっと私たちが映画を見てね、字幕が出てきます。でどんどん消えていきます。どれぐらい目で理解してるかと言いますと、1秒間に3文字しか読めないんです。そうすると1秒間に3文字ならね、こっち何が起こってるかちゃんと他のものも見られるの、余裕があって。と我々映画をね、字を見に行くじゃないですよね、ドラマを見に行く。素敵な俳優さんの顔も見たい、素敵な綺麗な衣装も見たい、アクションも見たい、いろんなこと見なきゃならないわけです。その中で字幕を見ているわけです。それはどれぐらい読めるかって言いますと、1秒間に3文字なんです。これね、3秒のセリフとしたら、日本語は3語15です。15文字しか読めないんです。15文字。はい、これを15文字で訳しましょう。今あなたがおっしゃった言葉ね、何じゃった、何じゃった、あなたの答え20文字の30ぐらいありますよね。はい、30文字かかっちゃうの、直訳すれば。でも15文字でしか読み切れないんです。でも全部言いたいの、言ってることを、内容をね。それが字幕なの。だから字幕というのはね、英語を理解するのはこれは当たり前です。だから翻訳あるいは通訳というお仕事はですね、英語を理解するのは当たり前、何のそれは自慢にはならないです。スタートラインなのお仕事の。それをどういう日本語に、相手の分かる日本語にするかって、これがプロフェッショナルリズムの、プロフェッショナルのプロたるゆえんはそこにあるわけ。日本語をいかに、日本語でいかにうまく表現できるかっていうことが、その人の、プロとしての、資質を問われる部分です。日本語がとても重要ってこと、これで分かる。つまりこれを15文字にするのよ。日本語がうまくなきゃそれはできませんよ。誰かちょっと挑戦してみてください。15文字ぐらいで。はい、どうぞ。15文字もないんですけど、うん、どうだか、え、どうだか、ちょっと疑いが入ってて、わからないってことですよね。どうだか、それに言ったことに対して、本当よって言ったことに対して、どうだか4文字そんなんダメよ15文字にしなきゃいけないの。だって映画でね、ベラッとしちゃって4文字が出なかったらお客さん怒りますよそんな手抜き翻訳あ、もっと言ってるだろうって言われるに決まってるね。だけどそこに30文字申し込めたら消えちゃったじゃないかと怒られるわけですよ。今度は読み切れないじゃないかって。だからきっちり3秒間の間で読める15文字にしてあげなきゃいけないわけ。だってベラベラ喋ったのに4文字が出なかったら怒るよね。これもっと言ってるじゃないって思うでしょ、あなたも。だから15文字にしてください。はい、どうぞ。関係ない証拠があるのか。関係ない証拠があるのか。どこに証拠ってあるんですか、あなた。The truth の部分がを分からないっていうのは、こうその、まあ、浮気をしてないっていうのが正しいか正しくないかっていうことが分からないっていう意味で、証拠を示せるのかっていうふうに訳、でもこの人証拠を求めてる、この旦那さん、この文章の中で。ああ、そうです。求めてないでしょいや、そういう作っちゃダメですよ、ね、だから作っちゃダメで、本当にこのエッセンスはやっぱりきっちりと分かるように、余計なことつけずに、でやっぱりこの人の言ってることを、まあ、限られた時間でやるという、まあ、つまりね、別にそれはこれどうでもいいことで、つまりそういうのが字幕の翻訳だということです。結構難しいでしょ、まあ、私がね、やったのはね、こういうふうにやりました、君がどう言おうと真実は闇だって。おーそんなでもそういうことでしょ。で15時です。だからつまり真実は闇だみたいな、そういう表現をね、
覚えておくっていうのが、あの知ってるってことは日本語のなのね。だから英語は一回分かってもそういう表現が分かんなければ、そういう字幕は出てこないわけですね。だからそういうね、そういう翻訳ってそういうもんなの、日本語なのね。でじゃあもう一つね、あのこれは、ね、皆さんにね、あのぜひお知恵を拝借したい。あ、消してください。あ、いいですよ、消してください。あの 今これは今やってるですね、大変向こうでヒットしたね、あのコメディーの、ね、中でね、一つとても困ってることだから、ぜひ皆さんのお知恵を拝借したいでね、コメディーっていうのはね、あのジョークっていうのはとても難しい。皆さんあの語学分かってると、本当にあのあちらのジョークって翻訳したって何が面白いのって多いでしょ。分かんないのよ、何が面白いのか。逆もしんないね、日本の翻訳、あのジョーク言ったって、向こうの人はえ何が面白いのっていう。つまりジョークは一番の分かりにくい部分です、コミュニケーションで、文化で、ね、その悲しみとかその怒りっていうのはみんな同じです。みんな、例えば AI でお母さんとあの再会してまた別れていくときみんな泣くわけ。あの感情はみんな万国共通だから、みんな泣けるわけです。だから泣く、怒る、そういうイモーションはとてもみんな万国共通です。言葉が違ってもね。でも笑いだけは違うわけです。必ず文化の下敷き、あるいは言葉の下敷き、ダジャレっていうのは言葉の上に作るものですから、その下の言葉を知らなきゃ笑えないわけです。そうよね。だから一番コメディはもう何たってコメディは一番難しいです、ジャンルとしては。でその中でね、そのコメディがございましてね、あの、アメリカのね、ギリシャの家庭のお話なのね。それで、ね、まあとてもあの今回初めてその映画で、ギリシャ、アメリカにいるギリシャの家庭ってのはやっぱり特殊なあのエスニックグループの人たちで、いろんな風習なんかを守っているわけね。でそこのギリシャの娘さんがですね、普通のアングロサクソンの、ね、男性と恋をして結婚するんですとね。Did you see that? Did you see that? ご覧になったそうです。とてもヒットしてね、My Big Fat Greek Wedding、yes. ね、とてもねヒットしてるんですけどね。でそのね、あの、でそのね、ついに結婚式までたどり着くわけで、そのアングロサクソンの、ね、男性はね、もうあのギリシャ正教の、ね、洗礼まで受けてね、その彼女を愛してるから本当にあの正教であの洗礼を受けてギリシャ教徒になって、それであのギリシャのキリスト教の正教の教徒になって結婚するって、まあ、そういうとてもそういうあのラブロマンスがあってですね、で結婚式の場面になるわけです。でみんな家族来てね、それでそのご両親ももちろん来るわけね。そうね、あの、ご両親みんなに、ね、お式はね、そのギリシャ語でやられるわけです。だこのご両親はちんぷんかんぷんなわけですよ。何が起こってるか分かんないわけ。とてもあのいわゆるあの普通のキリスト教の教会の儀式と違うので、とても戸惑ってるわけ、このご両親は。でお父様がね、その奥さんの方が、あなた何やってるか分かるって言ったね、It's all Greek to me って言うんです、旦那さんがほらね、笑ってらっしゃるでしょね、ね、だからこのね、そういうのはね、あのよくがあの映画館に行って外国人の方だけわーっと笑ってて、日本人しらーっとしてるでしょ今まさにそういうことは少し起こりかけましたけども、It's all Greek to me ってご存知ですか。それは非常に有名だから知ってるわね。つまりちんぷんかんぷんだっていうことを、あの英語ではみんな、これは私にとってギリシャ語だって言うんです。何も分かんないってことをギリシャ語だってわけね。ところがこれはまさにギリシャの、本当にギリシャの教会でのギリシャ語の話なのよ。だからそこのね、ジョークをどう訳すべきか。 It's all Greek to me。 しかもね、これ 5時ぐらいしか使えません。5時ぐらい、誰か助けてください全然わからないそれだとギリシャとの関連がないでしょ。It's all Greek って、だからちんぷんかんぷんだでもいいんですよ。でもそれはギリシャのそのギリシャとのつながりが全部失われた日本語なわけですよ。そうでしょ。難しいね。だこれはね、非常に今ね、頭を悩ましているの。もし何かあの非常にこういう、ジョークのセンスのある方この中にいらして、いいアイデアが浮かびます。ぜひ私帰るまでに教えてください。字幕で使いますから。使いますから。ぜひあのなんか頭を絞ってその、いいアイデアください。It's all Greek to me。私にはギリシャ語だ。つまり何も分かんない。そういうことです。
まあ、それは冗談で半分冗談でございますけども、それでまあね、今まで字幕のお話しました。で、まあ、今日はその字幕を超えましてね、あの語学というのはやはり、皆さん今お勉強してらっしゃる、他の専門もありになるでしょうけど語学を勉強している。でその語学というのはあくまでも道具だということね。道具です。一番重要なのはまず道具を皆さん勉強してる、使い方を勉強してらっしゃる。一番問題なのはじゃあその道具を何に役立てるかってことです。それがとっても重要ね。学校にいる間にそれを考えてください。英語を勉強して今道具を一生懸命磨いてる、もう研いでる、刃を研いでる、研ぎ上がりました、立派なナイフができました。じゃあそれで何をしようとしてるんですか。それがとっても一番 大事な問題ね。で、まあ、私のね、知ってる人でも、まあ、留学、最近はもう留学なんかも本当にもう当たり前ですから留学します。で、私の親戚でね、外国に旅行した者がね帰ってきて言うには、まあ、4年間行ったんですけども、最初は何も英語喋れなかった。で4年間一生懸命やればそれは確かに英語は上手くなりますよね。一生懸命やれば英語は上手くなります。最後にね先生にこうやって、君は本当に最初から比べたらね英語は上手になったよ、でも君は話してる内容がないねって言われたんです。こんな怖いことってないと思うね。それから私はニューヨークに友人がおりましてね、ニューヨークにもねその若い方が勉強にどんどん来る。でも大抵1年ぐらいすると勉強し直してきますって日本に帰る人は非常に多いんですって。やっぱりない、自分で言いたいことがなきゃいくら道具を磨いたってしょうがないわけです。ただその道具を何に、使うかということね。で、もちろんその 今いろんなお勉強もたくさんあります。面白い分野たくさんあります。でも私が本当に21世紀のね日本のあなた方にやっていただきたいのはやっぱりクリエイティビティを生かせる仕事ね。前の人がやったことじゃないの、無から作ることをやるっていうことです。これがなきゃね明日の日本はございません。本当に例えば今中国に行ってごらんなさい。あのエネルギー、地面からエネルギーが吹き出てくるのを感じます。本当にすごいですよ。でそういう何か新しいものを作ろうという意欲が、ね、なきゃいくらお勉強してもしょうがないわけです。しかも前人未到のねそういう新しいところに何か作ることをしてほしいのね。で例えばこの間ジョージ・ルーカスが来ました。でジョージ・ルーカスのところにはねとても優秀な日系の方たちが働いています。で皆さんも多分ジョージ・ルーカスのね ILM っていう素晴らしい今本当 CG の映画は全部あそこで作ってるぐらい ILM って有名でしょ。彼の会社ね ILM インダストリアライトマジックという非常に有名な特撮の会社ですけども、ルーカスが作った会社です。そのスターウォーズのために作った会社ですけども、これと大変な日系の方がいっぱい働いています。で彼とってもねその評価するわけ日本の方は。で僕のこの会社はいつも日本に限らず全世界に若い人のためにドアをオープンしてありますと。いつでもレジュメを送ってください、履歴書を送って応募してください。でもうちはベストピープルしか取りませんよっていうの。ベストピープルですよ。だそこは本当にあなたたちがベスト、世界のいろんなとこから応募する人がでベストになれるかどうかっていうそのねそういうやっぱり勝負を挑まれてるわけです。やっぱりそう言われるとねやはり私もやっぱりドキッとしまう。ベストピープルしか雇わないからねって彼ははっきり言うわけです。でももし雇われたら本当にその最先端で仕事できるのよ。もう見るたんびに新しいこんなこともできるのかっていうCG の最先端での研究ができ、それが映画に使われていくわけです。でそういうねクリエイティブなものを作っていくというそこに関わっていかないと絶対に日本はもう伸びないね。日本は確かに20世紀の日本っていうのはねすごい成長しましたけど、それはあくまでも人が作ったものを応用したのよ。アダプテーションはすごくうまかったわけ。例えばエレクトニクスだってでも最初のチップは日本じゃ作ってないね。トランジスター作っていませんね。車のすごい、自動車産業もすごい、でも最初に車は発明していませんね。人が発明したものをこううまくそれはすごい産業にしたけども、これからはもうそういう時代ではない。誰だってそんな他の国でも全部そういうアダプテーションできるわけですから、日本はやっぱりその最初になかったものを作るということね。でこれは何でもいいんです。例えば、映画の世界で言えばですね、日本の映画はなぜダメか。で今もう本当にアジアの映画の元気の人だったらないでしょ。もう韓国映画、台湾映画、中国映画どれ見ても面白いしね、もう例えばジョン・ウーなんて監督は香港の監督、今もう、ハリウッドでフェイスオフとかね
MIT を作ってるんですよ。でもう大トップに、それからアン・リーっていう監督、これ台湾の方ですけども、トップの映画を作ってらっしゃる、もうハリウッドの地のもうトップレベルの監督です。でジョーンズってとてもいい方なんだけども、じゃあジョーン、皆さんはね、日本人の監督はそこに誰もいない、他のアジアの方にも日本人一人もいない、ハリウッドで本当トップにいる人は。まあ日本人は語学が下手だかと思うでしょ、語学のせいにしちゃいけませんよ。ジョーン・ウー監督っていうのはそれだけトム・クルーズなんかいろいろ監督してらっしゃるけど、そんなに英語はお達者じゃございません、はっきり申し上げて。才能であそこまで行ってるわけ、それはもう言葉を超えたも才能でやってらっしゃる、勝負してらっしゃるわけ。だから決してお話は、ね、そんなにいわゆる流暢な英語をおしゃべりになる方じゃないんです。でもトップでああいうすごいもう A クラスの映画を作ってるわけです。だからその言葉なんていうのは、また行けばもちろんそこで現場に行けばね、誰だって喋れるわけですから、そんなことは恐るに足りない。やはりそのクリエイティブなものをどんどん調整するってことが必要ね。それからやっぱりもう一つ、日本人がね、そうやって国際その社会にどんどん出るのは、やっぱりプロフェッショナリズムっていうのももうちょっとね、きちっと認識してほしい。つまり甘ったれてちゃダメです。日本人は私やっぱりね、甘ったれてると思いますね。こういう、なあなあの社会にいますから、どうしても人が何でもなあ、あうんの呼吸で分かってくれる、その甘えがある。でもプロの世界、あるいは特に国際化出ていく時のプロの世界っていうのはそんな甘いもんじゃない。で私はその点でも一番素晴らしいプロというのは、映画の俳優さんみんなそうですけど、トム・クルーズはもうズバ抜けてすごいプロフェッショナルですね。あの人はもうね、彼はねもう本当にね、もうあのエネルギーはどっから来るかと思うとね、やっぱり彼はもう口癖 I love movies ですよ。彼は何でも I love movies、 よくそんなに働いて少し休みなさい、いいんだ I love movies、 もう I love movies で全て片付くわけね。で彼はね本当にね1日ね 5,6 時間しか寝てませんね、あの人は。でね、本当にいつもシャッターカメラの前に立つ、他にもいっぱいプロダクションの仕事いっぱいありましてね、そんなに寝てる人じゃない。で、まあ、24時間で、まあ、6時間寝るとすると19時間起きてるじゃないですか。彼はねその1日の19時間いろんなことしてますね。そのあらゆる時にやってることに 120% の集中力を出してる。でこれはね私も本当にびっくりします。私だってね、さ仕事の時は一生懸命やりますけど、時々だれてちょっと息抜こうとかですね、そういうことあるでしょ。トムは全然違う、もう本当にね、目が覚めてる時間は全部そのことにもう 120% の、ね、エネルギーを投じるわけね。でも人の話す時もあの大きな目でね、人の目ビシッとこう見てですね、もう本当に一生懸命に答えるわけね。で、あのインタビューっていうのはね、まあ、日本にはインタビューに来ること多いですけども、例えばそのもう5分刻みのインタビューの、ああいうのはね、テレビなんて5分刻みです。で入り替わり立ち替わりインタビューが来てね、同じこと聞くわけです。もう同じこと聞くわけ、大体5分の、そうやる方もかわいそう、5分しか時間もらえなかったらやっぱり聞くことは大体決まってくるわけですよ。そうするともうね、彼はもうそれを毎日毎日もう朝から晩まで同じ質問を受けてる。でしかも日本だけじゃないんですよ、彼の場合には世界中回ってくるんだから。で世界中で同じ質問多分何千回って聞かれてるわけですよ。だちょっと考えて、同じ質問何千回もされたらね、やっぱりあまたそれかってこう思うじゃないですか。あまたそれってついその顔色に出る。彼は全然出ないですね。5000回目の質問でもね、君はいい質問してくれるなってこういう顔するの。もうそのね素晴らしさはね本当にすごいのね。でだからもう本当一日そういうふうに 120% 働きますから、もう夕方はもうクタクタ、私もクタクタになりますけども、でもとってもいい心地いい疲労というかな、もう全力尽くしたっていうそういう一日は送れるのね。でそのそれでそういうことをやれるってやっぱ本当すごいプロなのね。で自分は今日本にこの映画の宣伝に来ている、だからこのインタビューには 120% 自分をつぎ込むことが自分の仕事だっていうその意識ね。で、そういう意識でカメラの前でも仕事してるし、あらゆることをその集中力でやってるという、それは本当頭が下がるものがあります、で本当に、本当にもう疲れましてね、だからもう少しゆっくりしたらって言うと、もうすぐ I love movies だから構わないってこういうわけだから、やっぱりねその好きこそものの上手になって言いますけども、やはり好きなことは苦にならないのよ、本当にそうです。だから英語だってね、好きなことからやれば英語は苦にならない。例えば今インターネットでしょ、教科書はつまらない、そしたらインターネットで自分のね、
好きなものから入って、あれも英語なんだから、そこに英語あるわけだから、そこから入っていく。もし私が今の時代のあなたたちで、コンピューターがあったんですよ、私映画ファンだったから、まず映画のページ開いてね、ブラッド・ピットのゴシップなんか見るわけよ。それ苦にならないから。そうするとそれは英語なのよ。そこで英語を勉強できる。それは全然苦になる読み物じゃないわけね。だから皆さん必ず好きなものがあるわけでしょ、何か。私、人間と生まれて好きなものがないっていう人はいないと思います。何かあるはず。でそれから英語に入っていけば全然苦にならずに勉強できるわけ。嫌な教材を与えられたらこれ絶対勉強嫌だ、もういわゆる義務感になってくるわけね。しか仕方がないからやんなきゃって、こういう嫌だ嫌だってそっちに来るわけです。それはとってもいけないことね。やっぱり楽しく、だから自分を楽しくしてあげなきゃいけない。自分でよ、自分を楽しくしてあげなきゃいけません、勉強する場合ね。そしてやはりそのクリエイティブなものを、とにかく今後は目指さないとね。もう皆さん方の本当に21世紀はあなた方のその肩にかかってるんですよ。本当にそう思います。もうぜひその前人のやっていないことでね、何か作っていく。で映画、さっきそうだ、映画の話をあれで、日本の映画で弱いっていうのは何がダメか。シナリオを書く人はいません。これです、もう答えはそこしかありません。日本映画はシナリオを書く人はいない。映画はね、シナリオなんです。何が何でもいいシナリオやれば、たとえ下手な監督でもいい映画になるんです。でもどんな巨匠でも台本が下手ならそれはいい映画作れません。もう台本が全ての基礎なのね。まあ、8割基礎と言っていいぐらい、映画はシナリオが重要なんです。それを書く人はいないんです、日本には。だからもしそういうものを書くことに興味があればね、そういうところにももう道はもう本当に開けてる。他に競争相手はいないぐらい、今博士の分野だから。あるいはそのこういうコンピューターのね、ルーカスのところに行ってもいいし、あるいはまたその、教育ね。で日本はそのいろんなことでいろんな問題がある国ですけど、やはり教育って問題非常に大きな、全ての基礎にある。でやっぱりちょっと考えなきゃならない部分たくさんある。でそういうところに皆さんがね、こう教育分野で新しい世代にいい教育をして、英語を教え、また自分のご専門を教えてですね、新しい次の世代につなげていくという、そこのね努力もものすごい必要ね。今のこの日本の問題、いろんな嫌な問題たくさんありますよね。日本って今いろんな政治見てもどこ見てもあれ、かなり突き詰めやっぱりね教育に戻ってくるんですよね。私いつも大抵教育に戻っちゃう。ここがやっぱり教育一番基礎が、子どもの教育の時から問題があるなっていうふうにことがあるわけ。なんかそこら辺のところもですね、ぜひ皆さんに、私は託して、ただ先輩としてね託していきたいと思います。これであと15分かなぐらい時間がありますので、全然喋っていない分野もあるかと思いますけども、とりあえず話の本体はここでおきまして、また質問いただきますとそこからまた話が膨らむので、とりあえず何かあったら何でも聞いてくださいね。とりあえずこれで話は終わらせていただきます。それでどうぞ挙手なさって。で私は映画の見過ぎで非常に目が悪くてね、先生どなたかお手伝いいただきます。どなたが手を挙げてるかいまいち私よく見えないもんですから、指名していただけますでしょうか。どうぞ。はい、はい、あ、先生お願いします。はい、はいはい、すいません、どうぞ。実はちょうど僕がシナリオを勉強してる。おお、はい。戸田先生はたくさんシナリオを読みになられたんですが、どのようなシナリオが戸田先生自身個人として優れたシナリオだと思いますか。はい、もちろん今までシナリオを書きなさいなんて言っといてですね、それ本当にでも難しいんですよね。で、じゃああなたはやってらっしゃるからお分かりと思いますけども、本当にシナリオを書くのは難しい。何か作るのでも難しいです。白い紙の上に何か書くってことは難しいことです。これ本当に難しいこと。作文一つで難しいです。白いものの上に何か書く。でしかもその万人が楽しめるようなシナリオを書く、大変難しいことです。幸い私はね、その映画で、ね、いつもその向こうの優れたシナリオといつも接してでね、本当にね、いいシナリオはですね、ダイヤモンドをこうきれいに磨く、あんなもんじゃないです。美しいそのシナリオというのは本当に磨き抜かれて、もう珠玉のようなシナリオって時々ございます。それもかなりございます、たくさん。
で、まあ、もちろんいろいろありますけども、もうそう舌を巻いちゃう、まあ、ウッディ・アレンの映画というのは大体においてあの人は大変なあの才人ですから、彼の映画というのはその、シナリオがとてもよく、あの人劇ですからね、まあ、さっき言ったジョークはとても難しいけれども、まあ、ウッディ・アレンの映画はどれ見てもとってもいいその、うまいシナリオの書き方、しかも1時間40分ぐらいの中で、うまい話を展開している、彼はとてもそういうところで天才的な人ですね。それからまあ今やっているのでご参考になるかなと思う、私は本当にもう舌を巻くほど素晴らしい台本と思いましたのは、恵比寿でやっているゴスフォードパークというのがあります。イギリスの映画です。これは素晴らしい映画ですね。もう本当に特撮もう一切ありません。私特撮のあんまり過剰なのは好きじゃないから、本当にもう人間の手で作ったドラマゴスフォードパークで、これはイギリスの貴族社会の話でね、登場人物がね50人ぐらいです。でその喋るセリフを持った役だけでも30ぐらいです。その人たちが一つのお屋敷の中で入り乱れるわけでも話がちゃんと分かる。すごいです、このシナリオのね書き方は。それだけ入り乱れて、しかも殺人事件よ。で犯人まで分かるっていうね。でしかもねその他にドラマがあって最後は泣けるのっていうね、本当に、ね、素晴らしい映画のね。だからそういうものを見るともう、まあ、私シナリオライターもしこう出したらこういう素晴らしいの見たら首くくって死にたくなると思うぐらいですね。もう本当に素晴らしいシナリオはたくさんございます。でもね、ぜひあなたもそういういつかね、私が見て首くくりたいと思うようなシナリオを、ぜひ作っていただきたいと思います。頑張ってください。はいはい、はい、戸田さん流の人生の楽しみ方の秘訣があったら教えてください。楽しみ方、それどういう楽しみ方ですか。本当に娯楽的な意味でおっしゃってるの。人生を充実させる。あ、充実、はい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 。まあ、本当これは私だけの個人的な自分が歩んだ道での話をするわけですけども、つまり私は20年間そのさっき言ったそのウェイティングをしたわけですよ。でこうやって非常にやっぱり不安定なことです。自分としては明日がどうなるか分かんないというのは20年間続いちゃったわけで、非常に、落ち込むこともありました。でも一度もやめようと思ったことはないって言いましたね。でやっぱりそれぐらいとするものが自分にあるということ、そして、まあ、今日その、プロに成功すると書いてありましたけど、私はたまたま成功したんですよ。皆さんね、その夢を描く持ちなさいって言われます。で夢を持ちなさい、それはいいんだけども、バラ色の夢を描いてね、ああ叶えばいいと思って叶うと思います。そんな甘いの誰も苦労ですよね。そういうもんじゃないわけだから、夢ってのは持っていいんだけど、全てそれを何かにかけるわけでしょ。つまり悪い言葉でギャンブルですよ、一つの賭けよ。だから成功する不成功か必ず確率のルールで五分五分なわけですよ。全て何かをに賭けるということは五分五分です。これはもう数学のギャンブルの法則です、ね。サイコロの目が出るのは五分五分ですでしょ。だから成功の確率は 50% です。半分は失敗する可能性があるわけです。現として、それを忘れちゃダメよ。バラ色の方ばっかり見てあらかなって、こんなことが絶対それは甘すぎることでありまして、失敗もあるってことはいつも頭に入れている。だから私はその20年間ウェイティングしていてね、それは叶ってほしいよ、でも叶わないこともあるってことはちゃんといつもわきまえていた。じゃあ失敗してもし叶わなかったらどうするか、それは自分が選んだ道なんだから、自分でチョイスしたことなんだから、それは自分が責任取ればいいわけです。そこの決断がないと、叶わなかった時の打撃がすごく大きくて、そこでつまずいちゃうわけです。ああもう僕挫折しちゃうわけです。そういうふうにならないためにやっぱりその成功しない場合のこともちゃんと自分で確保して自分で決めていくことですね。で自分で選んだ道なんだから決して悔いはないわけ、たとえ失敗してもですよ。結果論じゃないです、自分で選んで、ね。まあ、私がとても、ね、好きな映画の中 のセリフっていうか歌なんだけど、マドンナが出ました、ね、エビータというミュージカルがありました。アルゼンチン のペロン大統領夫人のことを描いたミュージカルで、マドンナがやりました。とても良かったんですけども、でそのペロン夫人っていうのはとてもね、いわゆる
あの本当にあのもうマリア様みたいな聖女と言われた反面、今度あの人は売春婦だって言われても本当に人々からその持ち上げられて、また悪く言う人は悪く言って、それ非常に波乱万丈の人生を送って、しかも30ちょっとでところでガンで亡くなってしまったという、こういう人です。で彼女がマドンナがね、そのマドンナ扮したその彼女は最後にもう死のとこに扮してあのもう伏せってね、もう死が目の前で、そこでマドンナがね生きてる間に歌うんですよ、あの人生を振り返ってね、 Choice was mine って歌って死んでいくので、彼女は非常に波乱万丈の人生を送りました。で人からいろいろ言われた、でも Choice was mine、 私が選んだ人生だという、だからいいんだとして彼女は死んでいくわけで、そういうね、私とてもあの歌がとても好きでね、 Choice was mine、 つまり Choice should be yours です。あなた方が選ぶべき人生で、決して人を横目で見て右習いとか人が言ったからとかそういうことに左右されちゃいけない。アドバイス受けるのはいいけども、最後のチョイスはあなた方自身がなさるわけ。そうすれば悔いは残りません。っていうか、残っても自分が選んだことだから誰に持っていくんです、その自分にしか返ってこないね。そういうやっぱり生き方っていうのはとても、私はそういうふうにしてね、20年前だけども、でたまたま運よくこっちに転びましたけども、こっちに転ぶ可能性も忘れてはいませんでした。それはとても重要なことだと思います。はい、パンフレットあるでしょ。であそこにストーリー書いてありますよ。だいたいまあペラの400字で、まあ、4、5枚のまとめてあるストーリーありますでしょ。で、あなた映画を見てね、じゃあ書いてごらんなさいって、このストーリーを、何もそれ字幕じゃないですよ、普通の字幕文章ですよ、あのプログラムのせるあの、ストーリーの要約よ。でもあのストーリーの要約というのはですね、ただ翻訳した文じゃなくて、見てない人が見て、あこの映画見たいなって、その魅力のある内容にしなきゃいけないわけです。ああいうの役目として、あの文章というのは、そういう文章はなかなか皆さん書けないんだよ。英文のシナリオ、シノプシスというそのあらすじを上げて訳しなさいって言うとですね、大抵翻訳帳のね内容は合ってるのよ。例えば内容は合っててね、でもいかにも翻訳帳でただ機械的に日本語に変えてあって、これ読んでも全然この映画見たいと思わない、そういう魅力のある日本語になってないです。そこのね、どういうふうに訳すかというね、あこの映画見たいと思わせるものを醸し出す日本語にするっていうのがとても難しいわけね。それやっぱり書いてみなきゃダメ。頭の中で私日本人だから日本語書けるなと思ったらとんでもないですよ。本当に自分の言葉だ、自分の使っている言葉だってそういう文章を書くのは難しいわけです。白い紙に何か人の魅力する文章を書くのは難しい。だからやっぱり書いてみる、本を読む、とにかくそれを積み重ねることしかないと思います。近道はないです。語学に近道はありません。これはもうはっきり言えます。言語を学ぶのに近道はありません。日々の積み重ねしかないです。はい、Yes. Yes.2つほどお聞きしたいんですけども、まずちょっと面白い質問なんですが、一説によりますと戸田夏子さんは田中真紀子さんや皇太子妃雅子様と並んで日本で最も影響力のある女性だと、そう思われますでしょうか。全然思ってません。なぜでしょうか、それは。そんなことちょっと考えたこともないです。私は影響力やることはしてる、つまり映画を通してはそれ監督たちが作ってる言葉、あの映画ですからお手伝いはしてますけど、私自身の言葉はあれじゃ言ってるわけじゃないし、それは考えたこともないで何ともお答えがしようがない。皆さんは集まる、それはそれって、まあ、だから映画がみんなお好きだからいらして、その映画の裏話を聞きになりたいと思っていらっしゃるんじゃないでしょうか。はい、はい、でもう一つ、この、まあ、日本でいわゆる男性社会の中で、いわゆるグラスシーリングというガラスの天井ですね、にぶつからないようにここにいらっしゃる若い、まあ、男性の方もいらっしゃいますけど、女性の方に何かアドバイスを。ね、私はね、男だから女だからっていうそういう区別とってもあまり好きじゃないですね。確かに日本の社会まだね、大企業とか役所はやっぱり確かに男社会ってことがあるけれども、私さっき言いましたように、私のこの字幕の社会はさっき全部男だったでしょ、言って申しましたね。まあ、10人たら全部男性でした。私からしたら全部女性ですよ。もうね、8割女性です。今下は全部女の方の名前多いでしょ、字幕見るとね。で、前にも私はそのウーマンリブでね、女性に言ってその旗振ったわけじゃないの。そうなんです。
全然そんなことはしてません。私はただ自分が好きだからやっただけです。結果的に全部下は女性になったんです、もうほとんどがね。で、その男性社会にまあ絶対切り込んだんで、そんな勇気な、そんなあの、意気込みのあったことではなくて、コツコツと自分のその20年も、ウェイティングして、やっとその入り込んだわけで、じゃあそこで男たちから邪魔されたか、いじめられたかって、そういうことも全然ありません。私に関しては、そのいわゆるそういったあの男女の差別によるそういう嫌な思いって一度も経験はありません。やはり、実力というのかな、あの仕事ができれば男だって女だって、これはね、あの字幕の世界も、もちろんね、それから、いわゆるフリーランス的な職業、それから文化的な、いわゆるあの大組織じゃないところは全部、もう少なくとも今はそうだと思う、実力主義だと思うんです。特に最近は女性の方がずっと優秀ですから、あのごめんね男性だけども、あの本当にね、女性の方があの、頑張ってるし、で頼めば何でも仕事をきちつんな女性は、ごめんなさい男性だけどね、本当にねそうなんですよ。であのだからその、いわゆる組織的にそういうふうになっちゃってるところは、まあこれから崩さなきゃいけないけれども、少なくともちゃんとあの、ジャーナリズムとかね、映画の仕事とかそこら辺に関しては全然 そのそういうものはないし、おっしゃいましたけども、もっともっと日本は国際化、いわゆる国際化すべきだとお考えですか？もちろんすべきというか、もうそう、ヤードが多くてもそうなっていくわけで、だからそういう時にそのどうすべきかっていうのは、まあさっきお話しましたけど、ちゃんと自分で言うべきものを持って、また言う、日本人はとても思っていても言うのは下手ね、自分を自己主張することが。だから私なんか本当にそういう点、そういうあの下手です。自分 の主張をどんどん言う、うまい言葉でちゃんと表現することとても下手くそ。 でも今の今後の形はそれじゃあ他の人たち対等にディベートもできなきゃ、それじゃいけないわけです。やっぱりどんどん言語を道具としてね、道具として自分の思っていることをどんどん言っていくという、それはもう必然だし、そうしなきゃいけないし、国際化でもさっきです、しかもそのクリエイティブな面でね、そこで発揮していかなきゃやっぱり日本の将来はないと思いますね、はっきり申し上げてはい、はい、もう時間もそろそろあれなんですが、はい、あとさっきもちょっと手挙がったのも、あと1人だけ、はい、はい、はい、じゃあどうぞ、はい、この番は外国の方々と接する機会が多い分、はい、あの日本人としてのアイデンティティもすごく出てこられるんじゃないかなと思うんですけれども、日本人に個人的に良かったと思うこと、またはみんな の全体的に日本人の特質というか、個人的にすごい良いなと思われる利点といいますか、うん、やはり私は自分が、私はかなり古い方の日本人ですけれども、でも非常にきちっとそのしつけを受けて、ちゃんとした敬語も喋れるようなそういう教育を受けたということは、またその人にやっぱりその敬意を持つ、古い意味じゃなくてね、やはり年長の方、目上の方に対してリスペクトを持って接するということをきちっとしつけられたことはとてもいいことだと思う。それはやはりあらゆる社会で共通することだと思います。で、でもね、結局ね、人間は何人だって人間なわけです。もうやっぱりそれもやっぱりちゃんと認識すべきことね。で、私はその例えば向こうです。とんでもない、スーパースターが、よく最初の頃はね、来ると脅かされるわけですよ。あの人は気難しいとか何とか言われ脅かされるわけで、ね、大抵その違うわけです。全部それはガセネタなわけね。で、ご本人に会えば本当に人間と人間とのそのコミュニケーションを尊ぶ人たちです。だから、私はいつもね、そういう方と会ってる時に全部さらけ出すの。自分を自分以上に見せようと思うこともしないし、また自分以下にも卑下もしないし、私はこういう人間です、もうあなたに全てを開けますから、あなたもそう、向こうも本当にオープンしてくださって、対等に付き合える。だからいつも同じ目線で、相手がどんなにその社会的にね、地位が強く上であろうと、どんなスーパースターであると、いつも目線はこういう目線で付き合うということがやっぱり人間のコミュニケーションとっても重要ね。で、自分を大きく見せようとかね、あるいはこう人に見下そうとか、そういう意識が一番いけないですよね。だからそこはないようにということは注意してますし、やはり日本、さっきその自己主張は必要だけど、でも奥ゆかしさってものも必要ですね。そこら辺のバランスっていうのはやっぱり日本人はとても昔から持ってるものがあるわけで、やはりその日本の伝統にあるものはやっぱりね、いいところは取らなきゃいけない、悪いところは捨てなきゃいけませんけども、今まであまりにもいいところまで捨てすぎましたね日本は。
だからやはり、言葉の美しさ一つとってもですね、やはり、保つべきものはやっぱり保つべきだと思います。でやっぱりそれが日本人のアイデンティティになってくる。日本にしかないものを自慢しなきゃ世界中ないじゃないですか。日本にだけにしかないね、あの文化っていうものを、やっぱり伝統っていうものはもうやっぱり何としてでも死守したいですね。もう今残ってるものは全て、はい。